まいっちゃいくぜすごいね、うん、すごいね。悔しいですが、なかなか見応えのある戦いですね。さて、勝つのはどちらのサイヤ人か。この戦い、見届けさせてもらいますよ。悟空のやつ、かなり無理してるな。全開ではない体力で海王拳を出すということは、とてつもなく体に支障をきたすはずだ。スーパーサイヤ人となったケフラさんの恐るべき力を前にして、そこまでしないと倒せない相手だと判断したのでしょう。頑張れ、絶対に勝ってくれよ悟空。おいケフラ、こっからが本当の勝負だ。もちろんだ、マジ最高。やっぱあんたクリアだ、倒しがいがあるぜ。してる、やべえ、最高にやべえ。よし、ノリノリのアゲアゲでいくぜ。ならオラだって、いやー、絶対ぶっ潰す。消えた。よし、決まった。さすが悟空だ。これは勝負ありですね、ケフラさん。まだまだ立ち上がれるはずです。ケフラさん、ポテラを使っといて負けるなんて絶対に許されねえぞ。おい、分かってんのかお前、ポテラを使っといて負けるなんて、お前絶対に絶対にやばい。レッセーナ、ガイアは黙ってろよ。今のは結構効いたぜ。だがまだまだ終わんねえぜ。そう来なくちゃな。しぶといやつだ。悟空の攻撃をまともに食らったはずなのに。ケフラのやつ、限界はとうに超えておるはず。じゃがまた立ち向かってくるとはの。ケフラさんに流れるサイヤ人の血がそうさせているのでしょう。今の体力だとこれ以上海王拳は無理だ。次で決めなくては。分かってるだろうな悟空。行くぜオラ。もうその技は通用しねえぞ。いいぞケフラ、これで俺たち第6宇宙の優勝は間違いなし。そのまま叩き落とせばどっちだ。